皆さんこんにちは、マサーカ翼です。今日はとある場所に来ています。こちらです。じゃん、レディースクリニックのソワカクリニックに来ました。今日はちょっといろいろ先生にお話を聞いてみたいと思います。それでは行ってきます。ミレーナっていうものの名前自体が浸透してなかったので、私はあえて避妊リングっていう名前で最初書かせてもらったんですけど、まず名前が良くないなって正直思っていて、なんでこれを生理改善なんとかとか、なんかその名前じゃないんだろうなっていう疑問もありながら、実際に自分の動画を上げてみて、生理奔放なんですね、じゃあ仲出しし放題なんですね、結構来たんですよ。でも実際そんなことなくて、ミレーナをしたからってコンドームしなくていいわけじゃないじゃないですか。なんか性感染症は別の話だから。だけどもし仮に性に奔放だとしても何が悪いんだろうって、うん、女性が自分で体を守るのがなんでそれがなんか汚いことなのかなとは結構疑問だなと思ってはいました。私がミレーナを入れたっていうことはどうでもいいんですよ。なんかそれよりもこのミレーナっていう存在をここが言うことによって、次一般の方に広まったりとか LINE とか Yahoo ニュースになることによって男性も見てなんか会話が増えるかなと思って、お題を私は渡す人になりたいなと思っていて、まあ賛否いろいろありましたけど、なんやかんやなんか旦那さんとか彼になんか増岡翼が言ってたあれあるじゃん、あれ入れたらって言ってもらえたって言ってて、これはなんかニュースになってで良かったなって思いましたね、うん。まあ、一応ピルもミレーナもすごく高い避妊効果はあるんですけれども、やっぱりさっきおっしゃってたように性感染症はどうしても防ぐことはできないので、うん、ピルとか飲んでてもミレーナ入れててもコンドームを使わなくていいっていうわけではないので、うんうん、しっかり男性側にもねそれが伝わるといいなと思うんですけど、もともと生理不順だったりとか、あとは実際にミレーナを入れてから気づいたんですけど、実は生理過多なんじゃないのかなとも思っていて、メリットとデメリットを友達に教えてもらって、で今妊娠したいっていうタイミングでは自分はなかったので、その選択もいいなと思って実際入れたんですけど、1ヶ月半とか来ないのがまあ通常で、でも2ヶ月近く来ないこともあったりとかして、でいつ来るかわからないっていう不安から結構なんか精神的にもダメージが来たりとかしていて、であと肌荒れがやっぱ生理ですごかったので、うんうん、まあ、ピルを飲んでいたんですけど、それを何年か続けたんですけど結構大変で忘れちゃって、うんうん、1週間後生理来てしまうっていうこともあったりとかして、うんうん、ちょっとピルもしかしたら合わないのかなって思うこともあって、で、まあ、そんな中ミレーナを選択して今は良かったかなって、はい、思ってます。うん、でミレーナ入れた時もその先生に症状とかその、うん、あったら保険適用になりますよって言っていただいたんですけど、なんか正直ちょっと恥ずかしくて言えなかったんですよ。多分世の中の人に比べたらそんな生理痛もひどくないしそんなことないんでって言って、特に理由は言わずに、うん、じゃあ保険適用外でいいんですねって言われて、あ、はい、大丈夫です、だって同じもの入れるしって思って入れたら8万円したんですよ。高い。めちゃくちゃ高くてと思ってびっくりして、高めで後でお家帰って調べたら保険適用内だともっと全然安いってことを知って、で症状見てったら、あれもしかしたら私保険適用内だったのかもってそこからちょっと思い始めて、ミレーナを入れた動画を上げて改めてみんなで生理の話をするようになった時に、自分ってやっぱちょっと多いとか違和感を初めて知るきっかけになりました。やっぱ一番は生理が楽になる、量も減るし痛みも良くなるっていうのがやっぱり一番ですかね。でもちろん避妊効果もピルよりも効果が高いと言われているので、うん、それでやっぱ使い分けで値段が全然違う、うん、同じものなんだけど値段は違うんだけれども、うん、いいところですかね。あとやっぱりおしゃれだ通り飲み忘れとかがないから、うん、一度入れるときはちょっと痛いことはあるんですけど、うん、長い目で見たら安く済むし、うん、ピルも飲んでても飲み忘れちゃうと薬の効果って不十分になっちゃうんですよね、うん、なのでそれがないっていうのがもしかしたら一番いいかもしれないですね。
あとあれかな、副作用が少ない。吐き気とかありますもんね、ピルって。そうですね、合わないとやっぱりピルって薬を飲むことによってホルモンの血中濃度を上げることで、まあ、全身に作用するんですけど、ミレナって子宮の中に入れたら直接子宮の内膜に薬が働きかけるだけなので、うん、全身的な副作用はすごく少ないんですよね、うん、なのでピルの一番大きな副作用として血栓症って言って、血の塊が血管に詰まってしまう病気があるんですけど、うん、40代以上の方とか喫煙されてる方とか、うん、血栓のリスクが高い方ってピルなかなか使えないんですけど、うん、そういう方にもミレーナは使えるので、うん、まあ、新たな選択肢ができてよかったなとは思います。ピルを飲んでてもミレーナを入れてても出血はします。ピルの場合は実薬といってホルモンが含まれているお薬を飲んでいるときは出血がないんですけど、偽薬で休薬期間っていうのがそれぞれのピルに設けられているので、その間に本当に少量ですけど出血はあります。ミレーナとピルの大きな違いはやっぱ排卵しないかするか。ピルは排卵を止めるんですけど、ミレーナは排卵をするので、ミレーナの場合は排卵後2週間ぐらいで、まあ、少量の出血があるっていう感じなので、どちらも生理が来ます。ミレーナ入れて1年後には2割の方は出血なくなります。はい、もう内膜薄薄になって剥がれるものなくなると出血しなくなるので、その2割に入れればラッキー。来なくなるっていうことが、うん、どういう仕組みかが多分わからない方が結構いるみたいで、まあ、生理って子宮の内膜っていう内側の部分が厚くなってそれが剥がれ落ちるのが生理なんですね、うんうん、ミレーナを入れると厚くならないっていうので、生理の量が減ったり、うん、生理が、まあ、止まる人も中には剥がれるものがなくなる、出るものがなくなけど体には別に害はない。そうですね、卵巣から出ているホルモンとかはある程度は保たれるので、うん、更年期のような状態になっちゃうというわけではないです、うん、なるほど。ピルは PMS にも効果があります。で、ミレーナはハテナからないかもしれない。PMS って生理の後半の時期に黄体ホルモンと卵胞ホルモンっていうのが急激に低下することによって、このホルモンのアップダウンによって起こる症状なんですけど、うんうんうん、ピルを飲むと急効果がなくなるので、うん、PMS にもよく効きます。でミレーナの場合は排卵をするので、まあ、そのせいで生理前にやっぱり起きてた症状っていうのは残ってしまう方もいらっしゃいますが、ものによってなんか生理痛がすごくきついから生理が来そうってなるとちょっと精神的におかしくなっちゃうとかっていう方は、生理痛が良くなることでちょっと精神的にも楽になったりする方はいらっしゃいますが、理論的にはまああまり効かない方もいらっしゃいますかね。ミレーナ入れてそれプラスアルファ漢方を飲んだりとかの PMS を症状を抑えるような治療を追加ですることもできるので、はい、そこは先生と相談ですかね。単純に生理が日常になっていくというか、生理期間が今までは必ずピルの時もあったんですよ、うん、もう28日分飲んだ後の1週間以内に必ず3日目ぐらいに、あ、来た、ここから1週間ぐらい来るっていう感じのルーティンだったのが、ミレーナになったら、あれ？なんか生理っぽいぞみたいな感じで、割と日常と変わんないっていうストレスのなさからは、なんか効果が私はちょっとあるんじゃないかなと思っていて、うん、なのでその来るぞ、生理が来るぞって憂鬱な気持ちとか痛さが本当に辛いって方には、もしかしたらなんか違う効果なのかもしれないけど、病院的には私はそういう精神面っていう意味ではすごく効果があるんじゃないかなと思います。なります。はい、どちらもなります。ピルは、まあ、理想的にちゃんと使えている場合は一応1年の成功率が 99.7% って言われていて、ミレーナはもっと高いんですよね、 99.8% って言われているので、まあ、ちゃんと理想的な使い方ができてればどちらも非常に高い避妊効果はあるんですが、ピルは飲み忘れちゃったりすることもあるので、飲み忘れとかが多いとちょっと避妊効果は落ちてしまいますかね。この T 字型の Y 字型か、はい、ノンスタ病院で見ました、はい、はい、これを子宮の中に
入れるんですけど、うん、違和感あんまり入れちゃうとないですね。何にもないですね、うん、ピルは手頃なものでも1ヶ月1000円ぐらいで、まあ自費のものでも保険のものでもだいたい2,000〜3,000円ぐらい、うん、あとプラスでやっぱり病院にかかると初診料なり再診料などがかかるので年間やっぱり数万はかかりますかね。ミレーナは保険で入れると本当に1万円ちょっとぐらい、うん、ミレーナ入れる前に検査されましたよね。しました。多分ね、はい、性病の検査と子宮頸がん検査とか、はい、そういうのをすると思うんですけど、それはまあ保険でまた別でかかるんですけど、実際入れるときは1万円保険だと1万円ちょっとぐらい、うん、自費でも病院によって違うんですけど、ちょっと5万から8万ぐらいのところが多いですかね、うん、5年間入れ1回入れちゃえば5年間持つので、まあ、もちろんその間定期検診は通って、1年経てば1年ごとの検診になるので、負担としては意外とピルよりも安いんじゃないかなとは思います。5年後には抜きます。でもしやっぱりまた生理おつらそうだったら抜いてまた入れ替えるっていうパターンもあるし、まあもう生理終わっちゃってそうだなっていう場合は抜きっぱなしでもいいし、もちろんその5年の間に妊娠したいなと思ったら抜けばいいだけなので、抜くのはすごくまあ簡単なことが多いので、紐引っ張ればすぐ取れちゃうので、生理が再開すれば、はい、普通に妊娠できます。確かミレーナ入れるともうなんか出産する気ないんですかみたいな質問があったりとかするけど、全然そうじゃないなって先生の話を聞くと思って、うん、うちの患者さんでも全然、うん、すごい若い方20代前半とか10代の方でもミレーナ入れてる方いるので、すごいヘルスリテラシーの高い子だなと思うんですけど、うん、全然ありだと思います。プレゼントでいただいたんですけど、デリケートゾーンとかの洗うセットだったりとか、うん、クリームだったりとか、そこまで気が回ってなかったものがラ・フローラってシリーズいただいてすごい好きで、毎日それを使うようになったらもう匂いもすごくいいし、クリームとかもなんかデリケートゾーンとかじゃなくて、私も足とかにも塗るぐらいなんか気なんかめちゃくちゃもちもちになって肌が全身使うぐらい香りと保湿力が素晴らしくて毎日使いしてるんですけど、これはかなりおすすめですね。まあ、デリケートゾーンって顔よりデリケートな部分って言われてるので、もっとみんな、ね、意識向けてあげた方がいいのかなとは思うんですけど、はい、なかなか人からもらったりしないと自分で買おうって思わないですよね。そこになんかお金をかける意識があんまなかったんですよね。そうかもしれないですね。今って専門家の方しか発信しちゃいけないイメージがあって、 SNS とかもで、なんかあなたは専門家じゃないのに発信しないでくださいっていう声もあるんですね、正直。でもこれから興味を持った方の発信できなくなってしまうのかなと思って、そうするとやっぱちょっと閉鎖的なものになってしまうのがちょっと怖いなと思っているので、皆さんとかもちょっと経験してみたこととか、なんかこうちょっと勇気出しお友達に話してみるとか、なんかみんなで発信すれば怖くないと思ってるんで、なるべくオープンに相談できるようななんか環境づくりを私たちも作れたらいいなって思いますし、もし親御さんとかがこの動画見てたら、そのお子さんとかにも10代の子とかもっと恥ずかしくて言えないと思うんで、生理どうとか声掛けをなんかシェアるようになってったらすごく今後いいなって思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。